それでは時間が参りましたので、ただいまから佐賀県市長会の平成26年度要望活動を始めさせていただきます。まずはじめに市長会会長の横尾武市長から古川知事様に対しまして要望書を提出させていただきます。恐れ入りますが、お二人前の方にこちらの方にお願いします。はい、よろしくお願いします。これが要望書本体でございまして、一般行政が31項目、はい、教育関係が6項目ございます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先ほどお手話をしましたが、31の一般行政に関わる項目と6つの教育行政に関わる項目を、この知事様の方へ提案をさせていただきました。内容につきましては、この後私の方では少し簡単にお話をさせていただきたいと思いますし、そのうちまた知事さんはじめ、コメントをいただき、また残された時間はこれまで以上にですね、積極的、建設的な意見交換の場にさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。市長会が実施する活動環境の改善に向けた選挙的事業に対する財政面の支援もぜひお願いをしたいということです。次に、9項目目、ページ9ページです。佐賀県の地域共生ステーション、さて、本日、いただきました、さまざまな課題のうち、特に、横尾会長さんから絞ってお話がありました新規の部分を中心に、今お話をお伺いしながら、私が感じた、所感めいたところになりますけれども、それについて述べさせていただきます。正式には改めて、後日文書で回答いたしますので、今日の話は、お互いのやり取りのところでご理解いただければなと思っております。まず1番目が、社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバーの導入についてのお話でございました。これについてはもう横尾会長さんがこの中で多分一番詳しいだろうと思っておりまして、これのが導入されていくことによって、どれだけ我々の仕事ぶりが変わっていくのかということもありますし、何が課題なのかということも合わせてあろうかと思って、人材を探してほしいという意味なのか、それともこの財政的な支援をということの空き家対策についてでございます。これは県と市町の行政調整会議の中で、町村会からだったと思いますけど、もともと議題としての提案がなされ、それを受ける形で市長会としても、あるいは県としてもさまざまな取り組みを強化していったものでございまして、県市町の調整会議の大きな成果の一つだろうと思っております。こうした空き家問題などは、やはり地方にいる我々じゃないとわからない、と思っておりまして、これがしかもただ単に家が空いているというだけでなくて、周りの家に迷惑をかけているとか、なんかこう大きな風が吹いたり雨が降った時には周りの人たちが不安に思っているという要素もあるとか、そういったところから見てもスピーディーな対応が求められている、要は防災対策ともリンクした対策だと私ども思っております。この空き家問題はもともとこうやって地方から始まったもの、そして国においてはどちらかといえば国会議員の先生方が中心になって議員立法でこの空き家対策を進められるなど、まさに政治の世界で進んできているという部分があると思います。国会でも我々し、そして党総会が一緒に頑張ってまいりますが、県に向かいましては全体ですね、ご配慮のご承知いただきますので、これからお願いしたいと思います。なお、日差しの少ない夏でございましたが、これから残暑厳しい夏に向かっていくと思います。お互い負けないように頑張ってまいりたいと思います。ありがとうございました。ではこれをもちまして、平成25年度の地域事業の活動を終わらせていただきます。